皆さん、こんにちは。こんにちは。日本に来てもうすぐ2年になりますが、生活にもすっかり慣れてきました。サパセカルです。今日は日本について、日本の方言についてお話をさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 言葉も学校での言葉もいつの間にかこの北九州の方言を使うようになりました。例えば、いいよをいっちゃ、食べてをたべっちゃ、これ好きよをこれ好きっちゃというようになりました。 チャチャを使うことから北九州小倉にはチャチャタウンがあります。皆さん、これ知っていましたか？はい、もちろん知っています。さて、日本には方言がたくさんあると聞いています。地域によって様々な。 異なる言葉があるそうで、発音もアクセントもとても興味深くて面白いと思いました。例えば、ありがとうという言葉を調べてみると、こんなにも言葉が出てきます。面白い地域で見ると、石川でアニアトです。 京都、大阪、和歌山で大きに、島根でだんだん、熊本、頂上、沖縄、にふえでびゅうと言います。そして、さよならという言葉を京都で、 京都と大阪でさりなら、広島でごめんなさい、沖縄でぐぐりさりやと言います。<笑>そしてこれはこちらはですね、おはようという言葉を青森県でおはようごし、福島ではえな、 石川でおひなり、沖縄でうきみしょうちと言います。そしておやすみなさいは、京都でおじまいやす、福島でおやすみさんしょう、福井でおやすみなろ、沖縄でにんじみしょうれと言います。 皆さん、わかりますか？わかりませんね。聞くだけでは理解できないので、日本人の友達にも日本の方言を、方言のことを聞いてみると、日本人もわからない言葉がたくさんあるそうです。なんとなく似ている言葉ような、沖縄のように全くわからない外国語のような言葉もあると言っていました。それで沖縄のことを調べてみたいなと思って調べてみたら、こんなでした。 こちらですね。 How much hurry, wonderful, great, oh my god, みんな知っていますね。意味も簡単でしょうね。 How much は沖縄でジャシャと言います。 Hurry up は慌て果て、 wonderful, great, と oh my god はもう発散に良いと言います。そしてこちらですね。
Five, six, seven, kill you. What? Tatta, hiraga, nihongo no tatta hitotsu momoji, no, to imasu. Koyo minasan, wakarimasuka? Mata, Okinawa, Okinawa no daiyotekina hoken de, Shekaku-san, daijoubu da yo, ganbatte, o, Shekaku-san, nankuru naisha, shibari yo, というそうです。私、沖縄で生活したら大変だなと思いました。調べれば調べるほど日本の方言は面白いです。今日はほんの少ししか紹介できませんでしたが、皆さんも一度調べてみてはいかがでしょうか。さて、私は今、北九州の方言を方言で話していますが、4月から大分大学に行きます。そこでどんな方言に出会えるのか、今から楽しみです。今日は日本の方言についてお話をしました。それでは皆さん、大きいご清聴ありがとうございました。